はい、始まりましたキャンプスタイル。今週も、日高川町は総川地区で廃校キャンプに来ております。まあ、このイベントですね、今もある程度テント皆さん立てていただいてるんですけれども、今後キャンプ場として運営するいろいろなアクティビティの実験として釣りやりましたよね。あれも一つなんですけれども、今週はですね、これです。テントサウナです。で、説明をちょっとしてもらおうかなと思うんで、谷田さんお願いします。よろしくお願いします。はい、今回まず検証するアクティビティは、廃校跡地のグラウンドに設営されたテントサウナ。じゃあ早速入っていただけたら。早速入れって、説明全くないんですけど入ったらいいですか？あ、はい、あかんて、ちょっと仕上げすぎちゃいます。あの山本マネージャーが入るって聞いてたんで、だいぶ仕上げてきました。めちゃめちゃ仕上がってますよこれ。あかんて、これこれはとりあえず閉めてもらって大丈夫なんで、はい、は熱いよこれ、もうこれすごいぞこれ。いきますよ、いいですか？ブラブブッバッあの谷田さん、はい、ちょっと仕上げすぎちゃいますかこれ。そうなんですか？いや、カメラマンも思いっきり出てきたこれはあっつ、もう何も見えない。いやでも今めっちゃマシになったんですけど、これちょっと閉めてもらっていいですか？はい、はい、いきますよ。あ、来た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 、これはすごいぞこれは。これは、音声だけでお楽しみくださいって感じで、これ全然出てもらって大丈夫ですよこれは。もう無理今回僕が入るっていうので特別に多分ね、カンカンにしてるはずなんで、そんな言葉全然ないんで、テントサウナすごい、目が開かないなこれ。テントサウナすごい健康にもいいと思いますんで、ぜひやれる機会があればやってみてください。さて、廃校を利用したキャンプ、テントサウナの後に目指すのはもちろん今も残るプールです。もうちょっとプール行きますね、暑いんで。おーい、何やってんの。はい、フライングしてしまいました。あまりにもプールを見て気持ちよさそうだったんで先に飛び込んじゃいました。ボトボトです。うわ、はい、申し訳ないですやっちゃったということで、はい、入る前にまたシャワーを浴びなきゃいけないですね。そうですね、はい、まずルールとして、そうですね、シャワー浴びてもらって、はいはい、で飛び込みはあまりしたらダメなんで、そうですね、僕はしちゃいましたけれども、はい、基本的にどこのプールも多分飛び込みはダメって言われるんで、はい、良い子は真似しないでください。はい、はい、でやっぱサウナ入ってからのプール、これはそら最高ですよね。これ最高ですね。これ3セットしたら多分、ね、そうですね。はー、最高ですね。そうですね。そうですね。はい。気持ちいいか？あ、気持ちよそうな顔してます。はい。だ、水セップ、水セップが。もう悪さしかしてない。ということで子供さんもね楽しそうにしてるんで。せっかくなんでなんかガチでこの子と勝負するんですか。いいですね。よし。で勝負しようかおっちゃんと。無理。無理って言われた。絶対無理。なんか勝負して買ったらこの子さんに何かプレゼントで、この番組ステッカー。お、いいね。なんで番組のシールあげるって。シール、うん、いらんって。何いらんって。何使う、いらんって言われました。ちょっとそっちにもっていかんと。もうあのね、後ろでお母さんで大爆笑してる
もっと子供からも人気取れるように頑張らなあきませんね。ディレクターさん、これどういうことですか、これ。いや、あなたやりね。想定外。想定外。仕方がないので対戦相手を探すことに。おはい。プールで誰かと勝負せよ。何します、泳ぎます。泳げない人と勝負。息止めとか。あ、それしましょうか。ほんとあ、わかりました。ということでシャワーを浴びて準備して、ルールは至って簡単です、はい、せーので使って先に浮いてきた方が負け、はい、はい、よーい、スタート。また潜ってはるやん。すごい。じゃあ勝者は違いますね。残念ですね。ということで負けました。ありがとうございました。こんなん誰が見て面白いよ。でその後で絶対盛り上がらない。全然盛り上がらんかったけど、番組ステッカー差し上げます。ということで、なんか目の前に美味しそうなものが、はい、あれば何ですか。アユです。アユですか。アユとアマゴですね。なんかアマゴもすごい色しますよね。ねえ、なんと地元総川の天然のアユ、それも取れたてを焼いて食べることに。でもその前に、いつもの通りですね、アルコールスプレーですね、ライオンケミカルさんの、これをさせていただいて、はい。やっぱり食事の前には手の消毒が大事。いただいていいですか。はい、どうぞ、いっちゃってください。好きなところから。どこから行くのが正しいんです か、 ここですか、ね、やっぱここですよね。めちゃめちゃ脂乗ってません。塩もまたうまそうに。いやね、こう飾り塩めちゃめちゃうまいですよね。まあ、ちょっといただきます。あ、出てきた。来たでしょ、うん、これ何これ。これアユです。これアユ、地元のアユ。正直言っていいですか。正直に僕こんな美味しいアユ食べたことないでしょ、うん、でしょ。うまいですやっぱり、あの総川のアユはうまい。これでほんまにね、びっくりしますよこれ。これね、まあ、もちろんですよ、テレビでやっぱりいろいろね、あるじゃん、リアクションってあるじゃないですか。あの、ほんまに美味しい。ほんまに美味しい。これほんまに美味しい。めちゃめちゃ美味しいこれ。あれ、あゆの概念変わる。なんて言ってます。今日どうでした？ねえ、はい、皆さんね、結構遊んでいただいて、子供たちが喜んでる顔も見て、いやいいで、ここのポテンシャルなかなか高い。いや、高いと思います、僕も。やっぱりすごい皆さん笑顔っていうところがね、ねえ、よ、見られたんでよかったなって。ねえ、ほんと川で魚釣るのもね、喜んでもらってたし、うん、でそこにあのテントサウナもあるし、もういろんなものがもうちょうどマッチしてるというか、うん、ですね、はい、ギュッと心の中に押し込まれてる感じがして、あとアユもね、皆さん喜んでもらえると思うんで、あれは美味しい、ね、やっぱりあれは美味しい。ありがとうございます。ちょっと他の違うキャンプ場だよっていうのが、確かにできればいいかなって、ね、ちょっとまあ奥でちょっと距離もあったりするんですけど、はいはいはい、それでもやっぱりここに行きたいなっていうね、うん、魅力があるものをちょっと作れたらなと思いますね。あとやっぱり、上じゃないですか、やっぱり星空っていうところ。昼間のアクティビティだけではなく、夜にはこんなに綺麗な星空も楽しむことができるんです。やっぱり自然っていいですね。ということでビンゴ大会やっちゃいますか。やりますか。やりましょう。13の人。おお、2人。じゃんけんですか。キャンプは何回も行ってるんですけど、うん、最高やと、あの他のキャンプ場とは違って
プールとか体育館とかで遊べたりできたりできて、すごく楽しかったです。やっぱりこの自然が見られるのってこの地域の方々がずっとね、ここを守ってくださったおかげだし、うん、私たちキャンプする立場としても綺麗にして帰っていきたいなと思いました。はい、また来させていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。疲れました。ありがとうございました。ビンゴ大会も盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。いや時間ね結構オーバーしました、ね、はい、はい、ということでキャンプスタイルのステッカーですね、これをヤラさんの方に贈呈したいと思います。ありがとうございます、はいはい、またこのキャンプ場がオープンした末には一番目立つところに貼っていただければと思いますので、はい、確かに、はい、また今後とも一つよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。楽しかった。ありがたいです。はい、誰が見て面白いよ。で、そう。